梶原秀夫は日本のアマチュア野球選手、宇東香川県出身、身長180センチメートル、東京帝国大学野球部に所属し、昭和初期の東京6大学野球で活躍した。梶原秀夫父、ヤノスケは森山つ太郎らと共に第一、高等学校野球部を元気に活躍した外野手である。その父の影響を受け、 高松中学校入学後に野球を始める。初期にバッテリーを組んでいた人物として、村川幸信がいる。1926年、3年生時に9番二一種のレギュラーの座を獲得し、第12回全国中等学校優勝野球大会に出場して、ベスト4に貢献。1927年夏の四国大会終了後に、新チームが結成されると首相に就任し、さらに、 エースと4番打者の座もになった。9月に同学年の三原治が丸亀中より転校してきてチームメイトとなっている。また1学年下の成田智美がマネージャーとなっている。翌1928年春に第5回選抜中等学校野球大会に出場したが、初戦で松本賞に敗れる。しかし、大会後の試合では24連勝を記録し、 全国制覇を期して2年ぶりに夏の第14回全国中東学校優勝野球大会に出場。準々決勝で和歌山中の天才投手小川翔太郎との投げ合いを制してベスト4に進出するも準決勝の松本翔戦では6回途中に反撃の大チャンスを迎えながら交互コールドゲームで敗退した。その後秋に行われた5対転報酬全国。 中東学校選抜野球大会にも出場。準決勝で松本賞に対して3度の正直となる勝利を収め、決勝でも和歌山中を延長再試合の激闘を制して優勝を達成した。高松中卒業後は第一高等学校を経て東京帝国大学に進学。東京六大学野球昭和九年春季リーグ戦では打率二十二と大活躍。 首位打者を獲得するとともに、模範選手として表彰された。東武雄やゆたに慶吉と並んで、東京大学野球部史上の、名投手、サンバガラスと呼ばれる人物の一人。投手として、当番実績もあり、リーグ通算で4勝14敗の成績を残している。内村博之は、東大歴代の選手の中に推奨に値する人が二人いる。数とは、あずまであり、 他の一人は、梶原秀夫である。と評している。また、東大ではフランス語の授業を受講していたことが、内藤宅の随層で明らかになっている。東大卒業後、住友金属に勤務したが王将。陸軍将尉として、北市に渡ったが胸部疾患を患い、1943年夏、大阪陸軍病院へ歓送後、同病院で先病死した。去年32。 ありがとうございます。